台同時で走る新競技を新しく作りたいなと思っていまして、うまさがもう出ますよね、こうスピーチだったりだとか。あなるほどね。テリー土屋の車の話始まりました。どんあったかいね、もうね。あったかいっすよ、うんうん、なんか新しいこととか始めたこととかないですか、春ですか。あ、春だから、はいはい、あれんなんかあるんですか。私ですか、うん、そう言われたらないですね。竹雄さんないないです、ない、はい、俺は今年新しい。何、うちはもう鈴木アグリ筆頭の ARTA っていうチームで、うん、去年までは300クラス、500クラスって2台走らせたの、うん、はい、今年からもう日本最高峰 GT500 2台。おお、これはもうしびれますよ。それはすごい、5002台すごく直球でいいですね、うん、めっちゃいいですよ、もう鈴木アグリやる気満々。あ、そう、お楽しみですね、はい、で今日は、はい、今日はですね、うん、あのゲストをお呼びしておりまして、はいはい、本日のゲストですけれども、はい、WRC-R4 クラスのチャンピオン荒井博樹さんです。よろしくお願いします。博樹くんはなんかね、お二人にお願いがあるんですって。何、改まってね、金を貸さない、金を貸さない、金はない、金はない、金はない、もうなんか息がすごいぴったりで逆に驚きましたけど何ですか。あの2台同時で走る新競技を新しく作りたいなと思っていまして、ぜひあの知恵と、うん、いろいろお貸ししていただけないかなと。え、それお金貸してくれって話ですか結局。あ、後々あるかもしれないですけど、今はちょっと知恵を貸してください。いやでもね、面白いと思う。あ、本当ですか。どういう競技にしたいの2台。まずやっぱりその長い時間のものはやめようっていう、っていうのもやっぱ見てる時に、例えばそれが30分とか1時間とかだとちょっと疲れるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりその1分とか3分とかそういう短い時間カップラーメンができるぐらいで決着がついて、うんうん、どっちが早い遅いって分かった方が面白いんじゃないか。いやでもねアメリカってさ、はい、インディー500ってさ同じとこでこう走ってるでしょ、うん、とちょっと富士でも鈴鹿でも見えなくなっちゃうじゃん、うん、あれが実はもう不満ですよ。あーうわーって言ってあとこれ見たよ、うわーってあの感覚は今の人たちじゃもう飽きられちゃう、うん、結局自分の前でやってることが少ないんだもん。あ、確かに。今言われたことって、はい、ずっと見てられるんでしょ、うん、そうです。大事、もうお客さん集めてもパッとそこに見れば何が起こってるのか分かる、うん、で移動しなくてもそこにずっといるだけで、うん、勝敗が分かるっていうのが一番面白いのかな。ボクシングと一緒だよね、うん、そうですそうです。自分が考えてたのは、うん、まあ、広い駐車場みたいなスペースがあれば、うん、大きさは駐車場ぐらい。そうですね、駐車場、まあ200台ぐらい止められるような駐車場の広さで、よく例えばパチンコ屋さんとかさ、ああそうです、あるよね、ああいうぐらいのところ。そうですね、あのぐらいの大きさでやっぱりそのスペースがあればどこでも別に場所を限らずどこの地域行ってもできるような競技をやってみたいなと思いました、うん、はい。それで内容は、で内容はその大きい広場にまあパイロンを置いて、うん、でまあ簡単なコースを作るんですよ、うん、はい、で今回あの自分が考えたのはまあ、一筆書き、まあ、一周だいたい1000メートル、1キロぐらい、うん、でスタート地点があの0メートル地点と500メートル地点両方あるんですよ、うん、でドライバー1、ドライバー2、まあ、車2台同時で走らせるんですけども、うん、一緒に同時スタートで走らせて2周して同じところに早く戻ってきた方が勝ちっていうシステム、うん、まあ、今後いろいろ変えていくかもしれないですけど、うん、まあ、自分が考えたのはその一筆書きで、まあ、2台同時スタート、うんで2周して早く帰ってきた方が勝ちっていうシステム、うんうん、今までのところのどうですかアイデアは。いやだからそれはレッドブルがやってますよ、うん、2台でこうやって走って、うん、どっちが速いかっていう、うん、あの僕が考えたのは、まあ、言ってしまえば追いつくこともできるんですよ。ほう、だからその常に2周させるっていうのもちょっと意味があって、うん、1周だとどのぐらい間隔が詰められてるのかわからないじゃないですか、うん、2周すれば1周した時に あそこぐらいにいるんだなってわかるので、うん、逆に意識するんですよ、うん、で2周目もうちょっと離そうみたいな、うん、あ追いつかれてるからもうちょっと頑張らなきゃなとかってお互いわざと意識するようなちょっとレイアウトにしようと思って、うん、なるほどね。それ追いつく離されるって面白いかも、はい、うん、それは面白いかも。
レッドブルがやってるのは別々のコース行くから。ああそうだね、右行ったり左行ったり、うん、そうですそうです、はい、まああれも右回り左回りがあるから、そうそう、はい、得て増えてはありますね。だから入れ替えるでしょ。そうだよね、あれはあれで面白い、あれあれでいいですよね。じゃあひろき君のはちょっとどんなことやるか見てみたいよね。ああぜひ、うん、じゃあ土屋さん、あのほら D1 グランプリ立ち上げてやられましたよね、うん、はいはい、まあ、あれはね、はい、俺はもうやっぱこうアマチュアの頃から高橋邦光さんのテレビで見て、ええ、なんかこう滑ってるのがかっこいいなっていうね、うん、でこう絶対ドリフトって俺が喜ぶんだから子供たちも喜ぶだろうなっていうところから始めて、うん、で2000年にプロフェッショナルクラスっていうのを作って D1 にしたの、はい、うん、だけどやっぱりそのなんだろう、お客さんにどう見せるかっていうことが重要でさ、うん、はい、そうお客さんに受けないとスポンサーもつかないし、ね、見に来てくれないしっていう、うん、だからねそこが一番重要だったよ。だから、うん、その見せ方のテンポ、はい、もうだら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 やっていくと最初の1年なんか客帰っちゃうわけよ。あ、何やってるか分かんない。あ、そうなんだ。だからもうテンポよく、もう本当にドリフトなんかもさ、 D1 始めた時なんかは1分で終わっちゃうね、勝負が、うん、だからそういうものをテンポよく見せるっていうことだよね、はい、あとはお客さんに分かりやすいインフォメーションがしっかりこう流せるかどうかっていうのが重要。なるほど。だからひろきがやってるのを見に来た、見に来たけどずっとこう見てるけど何やってるか分かんない、うん、ダメだね、うん、そういうのが客がもう二度と来なくなっちゃう、うん、ああなるほど。じゃあ本当テンポというかどう盛り上げて、その瞬間にどう盛り上げるか、そうそうそう、あとはやっぱりその今のなんで勝ったのかなんで負けたのかっていう説明が一個一個お客さんに知れ渡らないと客はつまんなくなって何やってるか分かんねえな帰ろうってなっちゃう。あーなるほど。そう、だからそういうのはねすごく重要。今ね今日ずっと赤井さんが喋ってるのを聞いていて、はい、テレビ見てる人理解できてないと思う。あ、確かに分かんないですよね。分かんないよね、うん、はい、僕も多分聞いてるだけだと分からない。分かんないですね、うん、これなんか具体的にないの、映像とか。映像実際にありますよね、はい、そうなんですね。もしよければ VTR で見ようよ、はい、ただいまですね、気温なんとマイナス6度ということでですね、はい、非常に寒い群馬サイクルスポーツセンターからお送りしております、はい。あの今回はあの群馬サイクルスポーツセンターの上の多目的広場を使いまして、あ、あの一筆書きで走れるコースを作りました。キャリーの方式を採用して、あのスタート場所こそ違うんですが、あの同じステージスタートフィニッシュを同じタイミングで行うように。だから例えば1キロ の, あのコースであれば500メートル地点と0メートル地点でそれぞれスタートしてもらって、2周して最後同じところに早く戻ってきた方が勝ちという、見て分かりやすいラリーみたいな形になっております。まあ、追いかけっこですよね、うんうん、はい、追いかけっこいいね。そうなんです。雪なんでこうヒロクさんを倒したいとアクションがあって面白い、ね、というわけでだんだん場が盛り上がってきました。始めていきたいと思います。なんだこれ、すいません僕ミスりました。なんだ今のは。普通にスタックしましたね。あのやっぱノーマル車両って ABS 入ってるじゃないですか。最後のコントロールできなくてサクって刺さりました。ダッセーダッセーダブル RC ドライバーだよね。先生やっぱこういう風にちょっと焦るんですよね、うん、やっぱ後ろから来てるんで早くしなきゃっていうんでまたミスを誘発したりとかするんで、やっぱそういうところで、でも同時に走ってるんで常に上から。ああ、瀬谷委員長はミスしないじゃん。瀬谷委員長は今のところ大丈夫そうですけど、うん、まあ、こういう風にずっと滑りながらずっと走ってるんですけど、うん、あ、このコースいいの、はい、あ、瀬谷さんもあ、こうやってスタックしそうになったり。瀬谷委員長も同じとこでミスったね。これ下はブラックアイスバーン、ね、これブラックアイスバーンなんで、ちょっとミスすると全然出てこなくなっちゃうんですよね。ほう、このコース面白いか。これ結構面白いです、乗ってると。やっぱ
細かいところでのこうまさがこう出ますよね。こうスピーチだったりだとか。ああなるほどね。で焦るんですよやっぱり、うんうん、もう1台走ってるんで、うん、演奏しちゃったりとかこういう風に。これ追い越せるね。これ追い越せるんですよ。で追いついた段階でもほぼ決着みたいな、ね、コールのゲームにしようっていうシステムですね。もうちょっとスピード乗るといいな。そうですね。なんかもう全部一足二足みたいな。ああそうですね、うん、確かに。ちょっと三足に入れたいな。まあ、コースのレイアウトは割と自由なので、うん、もっとあのスピードが乗るようなコーナーにもできますし、うん、そこは割とまだ全然あの、うん、改善できる点かなっていうふうに。もうちょいな、なんか一足二足だとつまんねえな、はい、これアイスランだな下。そうです、結構テカテカで難しかったですね、うん、はい、というわけでレースが終わりました。今回勝利したのはひろきさんでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さすがダブル RC。 テリーさんどうでした？よくわかんない。よくわかんない。いや、これはわかりやすいよ。いや、わかんない。そう、それはさ、土屋さんがプロだからわかるんだけども、うん、一般の人はこれ、この映像はわかんない。わかんない。なぜかというと、うん、全体がわかんないから。あ、そっか。これ俯瞰の絵がないでしょ、一つも。あ、ない、そうですね。俯瞰の絵がないから、うん、何やってるか全然わかんない。そして中の、今、うんうん、2つのワイプ入ってるでしょ、うんうん、はいはい、このワイプの絵なんて、ね、興味ないんですよ、うん、あ、その絵、ワイプの絵よりもどっちが勝ってるかが分かる、うん、はいはい、だから上からの絵欲しいよね。これね、あれと一緒なんですよ。あのスピードスケートのアイススケートのスピードと一緒で、それワンショットずつ塗ってるから今どういう状況かわかんないから、うんうんうん、これやっぱり上から俯瞰で撮っていて、うんうん、どういう状況かっていうのをやらないと、はい、あ、意味は分かんない、うんうん、滑ってるとかそんな絵だけだから、うん、そうだね、うん、上からの映像があったら本当面白いと思う、うんうん、そうですね、うん、ちなみにあの瀬谷さんはどんな人かは、はい、あの皆さん見てる方にご説明しなくて大丈夫ですか？あ、そうですね。瀬谷院長はあの兵庫県三田市で眼科医をされておりまして、うん、で趣味であの WRC にヨーロッパで出場されてる方で、趣味で WRC 出れるの？趣味で現地で車を借りてあの世界選手権、うん、ドイツとかに出てる、結構凄腕の人なんです。凄腕の、凄腕のラリードライバーか眼科医かよくわからない感じの、そ、はい、それすごい ね、 ね、おまけにお金持ち、お金は金持ってる ね、 ね、ヨーロッパでお金持ち大好きです。あ、本当ですか？ヨーロッパでレンタルして出ちゃうんだよ、そうですよね、うん、へえ、まあ、だけど好きなんだろうね、はい、上から空撮で、うん、そうですね、次もっと分かりやすい、ドローンで、ドローンでこれだったら許可出るから、はいはい、これやっぱりドローンを一発持っていけばさ、今安いやつあんだから、うん、秋葉原で1万5000で売ってるやつあるんで、うんうん、それやってきゃ済むのに、ね、はい、やっぱりあのスピード感、さっき土屋さんがおっしゃってましたけど、これちょっとハイスピードのコーナーを入れて、うん、これだと遅すぎて、はいはい、なんかジムカーナー競技かなって。ああ、なるほど、うん、そういうのが欲しいな。あと、はいはい、結局これつばぜり合いがないじゃん。あ、まあまあそうですね、同時にこういうのはないので、うん、ない。で、あのドリフトみたいなこんなのがないじゃん、うん、非日常がないですよね、はいはい、うん、なるほど。実際にでもあの雪の中はあのなんて言うんでしょう、もうちょっと排気音とかあったりするので、実際に見てみると盛り上がってるのは分かってます。でもこれ雪道だからつまんないんじゃないの、逆に言うと。まあ、雪がなくなったらもっとスピード感は速くなる。雪道で一見雪道だから豪華に見えるんだけども、はいはい、雪道だからあんなところでスタートしてさ、はい、止まっちゃうわけじゃない。あ、まあ、そうですね。それはあります。とそれはやってる方は大変なことなんだけど、うん、見てる方はなんだよ、止まっちゃってんじゃんみたいな。まあそうですね、スピード感がやっぱりもうどうやれば伝わるのかなっていうのは今後のまあ課題点かなっていうのはありますね、うん、そうです。なんか飛ぶとかさ、もっと、いや、それは面白い、うん、なんかアメリカのやつだと、ああります、ね、ジャーンと飛ぶじゃないですか、はいはいはい、本当にこれさっき言った YouTube で話題になるとか、はい、あのエッドブル勝つっていうことをやるっていうのは、うんうん、そのぐらいの勝負しないと、う
ちょっと見せ方は、うん、そうそう課題として、うん、次までに、うんねはい、やっていきます。あと大会の予定とかあるんですか？まあ、1ヶ月とか2ヶ月以内にまずはいろいろ学生さんとか、うん、本当にそういう一番なんて言うんでしょう、スタートをして間近な競技をやってみたいなっていう子たちを集めてやろうかなというふうにも、うん思っているのでちょっといろいろと僕も案を出して、うん、で後でまたいろいろと、はいはい、すみません、はいはい、よかったよ頑張ってください、はい、ありがとうございます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。